こんにちは、工学習所の吉村と本土です。どうも、こんにちは。いやいやいや、3月に僕らの音源が発売されましたね。そうなんです、そうなんです。日にちはいつやったかな、これ3月の27日に、こう発売しまして、ね、まあ、少し前になりますけどもね、これは2曲配信限定でシングルとして発売させていただいて、これからという、歌、ボーカルの曲と、希望の涙というインストの曲、まあ、僕らそもそも工学習所はインストのね、バンドなんですけれども、まあちょくちょくと歌も歌っておりまして、そうですね、まあ、今回も歌の曲を発売させていただいたんですけども、まあ、この歌の曲は新社会人とか、新しく学生でね、また新たなステップに上がった、皆さんの背中を押せるような応援ソングになったらいいなということで、このこれからという曲を作りまして、で、まあ、もう一曲の希望の涙というのは、震災からもう2年が経ちますけれども、少しずつこう復興に向けて頑張っている、まあ、僕らもね、いろいろ復興支援でできることをね、いろんな活動させてもらってますけれども、まあ、その、こう、なんですかね、こう辛いことや悲しいことを乗り越えて、その涙をこうぐっと、胸に、抑えてですね、乗り越えて、こう前を向いて希望を持っていきたいなという、そういう気持ちを込めて作らせてもらったこの2曲で、発売記念ライブを行うことになりました。ありがとうございます。5月25日、6時半から、スタートですので、梅田博士をぜひお越しください。よろしくお願いします。お待ちしてます。